でも大人になってから3、4年友達いるって難しいですよね、意外に。確かに会わなくなるし、うん、もちろんその繋がりはあるけど久しぶりとは言うけど、確か本当に仲いい感出てますよ、ね、うん、そう、なんか僕の図鑑では同じページに載ってますからそのページに何ていうページ凡人休日はどんな風にいつも過ごされてるんですか。家でネットフリックス見るか、この豊洲のララポートに来るか、ほぼ二択ですね。あんまり趣味みたいなものはないいやだから趣味がララポートなんですよ。僕は仕事以外の幸せはほぼ全て豊洲のララポートに詰まっていると考えていて、だからそれよりも西とかに行く必要ないなと思ってるんで、もう銀座とか六本木とか渋谷とかお休みの日よりもほぼ行かないですね。ほぼララポート一択っていう感じです何を言うてんねん。これはは管理部門で社長室のマネージャーでしたね。だから全社のコストダウンとかも主導する立場でしたよ。すごく大変な時期でしたか。いや、すごく大変でしたね。すごく大変でした。それは結構ね、社員に対しても厳しい判断をしないといけなかったんで、心苦しさはありましたね。その時の教訓っていうのはすごいありますね、うん、なんかそれを経験してるから今回生かせそうだっていうこともありますか。いや、それを生かさなかったらもうほんまにビジネスパーソンとしてやってきて意味がないぐらいと思ってますね、うん、僕は10年前のリーマンショックからずっと考えてましたよ。不況が来た時にどういう風に立ち回るか、うん、っていうのはずっと考えてましたね。どうやって社員を守るかとか。一つが愛情にあふれていて人間臭い人で、もう一つがなんかピュアでまっすぐな人っていう、その二つかなというふうに思ってます。入社して一番驚いたのが、なんか本当に落ち着きがなくて、常にこう考え事をするとそこら辺をぐる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 歩き回るっていう癖があって、結構初めて入って派遣のスタッフの子とかもそれ見て驚くみたいなのが結構ありました。夢中になると周りを忘れて考えに没頭するときに歩いてしまうってことなんですか。そうですね、なんか思考してるときになんかそういう癖が出てしまうらしく、なんか止まってると考えられないんですかね、わかんないんですけど、考えながらずっとぐる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 しているので、なんか途中で声かけるとその思考がストップしちゃうんじゃないかと思って周り誰も触れられないみたいなのが結構ありました。一言で言うとピュアな人かなと思っています。例え話でいくと、なんかよくキングダムとか、彼はドラマがすごい好きで、いつも多分自分が主人公だと思ってるんですよね。その主人公のつもりで目をキラキラさせながら結構恥ずかしいようなこともなんかまっすぐに言うっていうのが印象的で、そんなキャラ、ピュアなキャラだったなと思います。眠れてした時はやっぱりショックでした。ショック、泣きましたご本人の前でちょっと彼とすれ違いが多くなって関係がこう解消しちゃったと。最も近い存在だった2人なのに、まあ、最もこうすれ違った2人になっちゃったんですけど、やっぱこう物事には人と人との間にあるっていうことで、どっちかが悪いんじゃなくて、この間の問題を解消できれば全て解消できる、それを世の中に証明しようということで一緒で頑張ってやってきたので、
まあ、2人ともすごい嫌だったんですけど、深夜に焼肉焼きまして7時間何がすれ違ってたのかとか、どんなことをお互い思ってたかっていうのを対話を繰り返す中で、あ、ここまですれ違うんだと。そしたら世の中の人々はもっともっと間の問題で苦しんでるはずだと、ここを諦めずに乗り越えて2人でそれを証明しようって言って男泣いたっていうのがありまして、だから僕も今もリーダーとして決して誰かのせいではなく、どことどことの間に問題があるかっていうことを諦めずに向き合おうっていうのはすごく彼から学んだところかなっていうふうに思います。人のね、縁とかにだけはすごい恵まれてて、なんかずっと今までの人生で出会った人たち、なんかあったかい人たちが多かったですね。こういうメッセージもすごい気持ちを込めてくれるというか、なんかこういうの読んでる時一番幸せかもしんないですね。それこそ僕前職で社員旅行にみんなで行った時に、みんながなんかサプライズで僕にメッセージムービーを作ってくれたんですよ。いつもリーダーとしてチームを引っ張ってくれてありがとうございますっていうのを、それこそ50、90人ぐらいの部門のメンバーたちがみんなで作ってくれて、なんかその時めちゃくちゃ泣けたんですけど、でなんかね、いつもありがとうございますとか、浅野さんのおかげでこうなれたとか、いっぱいメッセージが詰まってて、なんかこういうことよりも嬉しいことって人生でなかなかないやろなって思って、でもそのムービーってなんか僕1億円出しても2億円出しても買えないもんやと思ってるんですよ。そこの涙ってなんていうかな、本気で仕事をやったからこそなんか得られる仲間との絆とか思い出とかじゃないですか。なんでそういうことはすごく価値があるなと思いますね。これ僕前職の最終日かなの、全部仕事終わった後の送別会でもらったんですけど、なんかいつも僕こういうのもらうと読むの楽しみで、家帰ってきてからすぐ全部読んで何回も読んじゃうんですけど、これはなんかもう読めなかったっすね。ですね。なんかこの取材で初めてちゃんと読んだかもしれない。ありがたいですね。みんな結構なんか浅野さんとの仕事は青春みたいでしたって書いてる人が多いな。確かにな、僕結構青臭いとかあるんで、真顔で夢とか愛とか語っちゃうとかあるんですよね、仕事の場面で。出ていいですか。はい、浅野さんのこのキャラ、カリスマ型じゃない、オレオレじゃないっていうところで、弱さを見せながらいろんな力を組み合わせることができると。本当はめちゃくちゃすごい人なんですけど、浅野さんみたいな人にはなれるんじゃないかっていう錯覚を起こすことができるっていうのは大事かなと思うんですよ。いい意味でピカピカ好きない、いい意味で好きがある、羊飼い型のリーダーっていうキーワードもありますけども、やっぱそういう人の時代だと明らかに今後思うんですよね。俺がこう全部引っ張るってタイプはもう古くなってるんで、その意味でも新しいリーダーの形を見せているというところ。ネットフリックスでドラマとか映画見ることが夜とか休日は多いですね。漫画とかも結構読まれたりします。漫画も読みますね。キングダムが好きですね。あげるとするとキングダム、キングダム芸人です。キングダムの魅力はやっぱりこのビジョンとか戦略とか
PDCA とかメンバーマネジメントとかマネジメントに必要な要素がほぼ全て詰まってますね。だからもう僕前職とかでもキングダム全巻揃えて会社に置いといてみんなに読ませて、で今の俺たちが置かれてる局面はキングダムでいうとあの何巻のあの場面やからこうした方がいいよねっていうぐらいの感じで喋ってました。意外とみんなにそれが伝わるってことですか？伝わってたと僕は信じてますけど苦笑いされることもあったような気がしますけど、うん、映画とか漫画とかそういうところからインスピレーションを受けることもあるんですか？いや多いですよ、めちゃくちゃ多いですよ、うん、これから作る会社の授業のテーマのことも映画になぞらえて人に説明することとか漫画になぞらえて人に説明すること多いですもん、めっちゃ、うん、やっぱり仕事につながりますね。そうですね、もう四六時中仕事のことばっかり考えてますね、うん、見ました、映画のキングダム最高でしたね。もういろいろ素晴らしい要素はあったんですけど、やっぱり長澤まさみさん最高でしたね、楊端和役のっていうのをちょっと強調しておきたいなと思ってます。長澤まさみさんが大好きです。あ、もう大好きなんですね。大好きです。掛け口ということですね、うん、いやなんかいいチームを作るのって僕はそんなに難しいと思ってなくて。